名前はジンガネーランです。ジンガネーランとは沖縄の方言でお金がないって意味なんだ。安売りを愛し半額シールを待ち焦がれるみんなの味方、ジンガネーラン。よし、まずはみんなで元気よく挨拶するな。イトマンマンはいつも挨拶が大事と言っているよな。だから元気よくやるのだよ。俺の挨拶は手をこうしてウリーと大きな声で叫ぶのだ。いいか、みんなでやってみよう。せーので、ウリーだぞ。ジンガネーラン、お手本を見せてみろ。いくよ、せーの、ウリー。痛い。崎沼、痛いじゃないか。何するの？バーカモン。俺の挨拶はこうだ。みんなは間違うんじゃないぞ。いいか、わかったな。俺の名は崎沼だ。せーの、ウリー。もっと大きな声で、せーの、ウリー。よーし、元気が出てきたじゃないか。今日はここで糸満満のヒーローショーがあると聞いてきたのだよ。みんな糸満満を見なかったか？あれ、さっきこの辺で声が聞こえた気がするんだけど、いないな。ジンガレーラ、お小遣いもやるから、ちょっと糸満満を探してこい。それとこの超強いお酒、あ、間違った、ジュースを糸満満にプレゼントしてこい。あれ、今お酒って言わなかった？本当にこれジュース？そうだな、このジュースは飲むと酔っ払って一気に弱くなる魔法のお酒。ああ、間違った、元気になるジュースなんだ。だから糸満満に飲ませてこい。なんだか少し怪しいけど、お小遣いもらっちゃったし言うこと聞くね。じゃあこれを糸満満に飲ませてくるね。みんな、またね。よーし、今日は先にみんなにこっそり教えてやろう。なんと本日は糸満満、この崎沼様に負けます。後で弱くなった糸満満にこっそり後ろから近づいて倒してやるから、みんなこのことは絶対に糸満満に教えるんじゃないぞ。なんだか崎沼が悪さをしようとしているね。このままだとこの会場が崎沼に乗っ取られてしまうよ。みんなで糸満満を呼ぼう。せーの、もう一回、せーの、やめるんだ、崎沼、崎沼。あ、なんだ、なんだ、なんだ。今、僕を呼ぶ声がしたから来てみたんだけど、みんな、今ここに崎沼でもいた？あれ？おかしいな。糸満満、こんなところにいたんだね。かなり探したよ。あ、ジンガネーランじゃないか。いつも物販を手伝ってくれてありがとう。今日はこんなところで一体何してんの？今日は先の前にお小遣いをもらって悪さを、ああ間違った、糸満満にジュースのプレゼントを持ってきて
んだ。本当？ジンガネーラン、ありがとう。せっかくだから全部飲むね。いただきます。ジンガネーラン、これお酒じゃないか。うわー、酔っ払って力が出ない。ジンガネーラン、騙したらダメじゃないか。そんなに強いのこのお酒。あ、間違った、ジュース。さっき沼にはジュースって言われたんだよ。ジンガネーラン、もしかして先沼からお小遣いもらって飲ませに来たんじゃ。ギク、なんでわかったの。やっぱりそれは先沼に騙されてるぞ。このままではまずい。ジンガネーラン、ちょっと肩を貸してくれ。酔いを覚まさないと。糸マンマンが先沼にやられてしまうよ。先沼がいる場所をみんなで糸マンマンに教えてあげよう。糸マンマン、後ろだよ。後ろ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 。みんなどうしたの。後ろ後ろ。
手を出したくなったら怒らない、怒っても手を出さない、何でも暴力で解決してしまってはダメだし、人気も出ないぞ先沼。糸バンバン頑張れ。元気満々、糸満々、決まったー！